立ち寄るレストラン交わり人を待っている黄昏のレストラン街の向こうから聞こえるアコーディオンの音色寂しく響き渡るあんたに胸ときめいてたあの頃今でも時々思い出します。今日も街は耳と思わず誰もが立ち寄る黄昏れ黄昏れレストラン
タバコに火をつけて吸えないタバコを貸してる。あなたの言い訳よりも早見る手の方がマシ。目の前のミルクスティーももう散々のくついてる。今じゃの風呂のくたびどこにも見当たらないでしょ。スタラダン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 ゴジェ、そしてどん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 離れて、どん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 離れていくからの姿見つめ、僕は背を向け何も言えないままで、バイバイ。またここで会いましょう。
「君を見て
Yeah.
車もんだな屋根まで飛んできやった。あの日から強く吹いていつかあいつに届くように願いながら飛ばす涙のストーリー。君が思うほど強くはないから、あの日からどれくらい時が経つのだろう。名前呼ぶ声今でも届くかな。帰らない思いだけ一人歩きして傘がないから雨今でもずっと
どけ遠くまで歩くぜ、歌うように遥か彼方まで、この声を届けたい、遠くへ遠くまで届くように願い込め。
はこの部屋三角も暮らす君は綺麗や目をあげよう二人でパーティーに歌声聞いさモダン太陽を起こせ受話器枯葉時計勇気明かり哀愁と苦悩不可思参加絶望別れ理屈ため息だ不可抗の思春期が悲痛なメッセージを送る見た目とは固定観念そのものだとことのない風の中でわがままを言わせてよ今夜だけ出かけたまま帰った答え
自分